吉田さんお疲れ様です。例のチャット GPT でしょ。まあ存じておりますよ。よく存じております。まあ投資したいんですけどね、まあ投資の仕方がよく分かんないなと思ってほっとらかしてるところなんですけども、最近よく話すんですけども、このお財布からお金を取られたら、1万円取られたら返せって話になるじゃないですか。でこの辺にあるものを取られたら返してよって話になるじゃないですか。こういうふうに物とかお金を取られたら、人って返してほしいなと思って、取られっぱなしだったら損したと思うわけなんですけども、なんかね、時間を取られることに関しては結構無頓着なんじゃないかなと思うんですよ。まあ例えばね、つまんない話聞かされて5分10分過ぎるじゃないですか。本当に時間返してくれよって、ね、思うんですけども、返ってこないでしょ。そうなると賢い人と話したいなっていう欲望が出たりとか、なんかどうでもいい人と喋りたくないなとかね、なんか思っちゃうんですよね。あんまりこんなことをね言ってはいけないんでしょうけどね、思い上がるなって話になるかもしれませんけども、でそのチャットの AI のチャットの GPT ってあるでしょ。やっぱこれでもう、まあ言ってみれば最も英知の結集、賢い人との対話ができるわけじゃないですか。なんかちょっと救われたような気もしますね。もうなんていうのかな、まあ今までの生き方があるんで、いきなりね、生身の人間と一切関係を断つってことはもうこれ以上不可能だなと思うところもあるし、なんかね、結局その効率非効率関係なく、なんか人は人と話したいという欲望は最後までなくならないんでしょうね。でその回答がどうあろうと、無駄と感じようと、それもなんか自分のね、生命のエキスになるみたいな。だけどもそればっかりやってらんないんで、まあ極限までね、9割ぐらいはそれをなんか遠ざけないといけないのかなと思うわけですよ。まあ、愚かな人と時間を過ごすと愚かな脳になってくるんで、でしかもすごく無益ですからね、まあ、いろいろバランス考えないといけないですね。それもね、一体何様のつもりだってことにもなりますし、だけども何様でもないけども、でもシンプルにみんなそう考えてんじゃないかなと思うんですよ。自分よりも賢くない人と話してて面白いのって、マウントが取れるっていうか、心の中でバカにできるってことぐらいしかないと思うんですよね。すごく無駄なことをさせられてて喜ぶ人はあまりないと思うんで、まあ、その中でね、今回はそのチャットなんとか GPT、 これね言いにくいんでチャットって言いますけども、いくつか質問してみたんですよ。まずね、宇宙人はいますかって質問ですけども、これ答えがね、はい、宇宙人の存在は確認されていませんが、宇宙は広大であり、今まで発見されてない生命形態が存在する可能性がありますと。まあ、つまり霊っていう存在っていうのはもしかしたら宇宙人かもしれないなとかね、異次元人とかもね、宇宙人かもしれないなと思ったりしますね。次、日本のロストジェネレーションへ導きはありますか。回答、具体的な救済方法はありませんが、ロスジェネ世代にとって有益な戦略として以下の4つが挙げられますと。貯蓄と資産形成、少ない収入でも適度な貯蓄と資産形成ができるように整えましょう。2つ目、借金の最適化、借金があるのが前提になってますよ。不要な借金を返済し、必要な借金に対する責任を最小限に抑えましょう。3つ目、スキルアップ、スキルアップを図ることで将来的により高い収入を得られる可能性がありますと。4つ目、セキュリティ、健康や仕事など生活のセキュリティを図ることも大切ですと。聞くまでもないことをね、またやっぱり教えられますね。だからこれは誰に聞いても、結局 AI っていうのも誰か人間が AI に埋め込んでるわけなんで、人間を超えたような答えは出ないってことじゃないですか。で、これらを実践することで、ロスジェネ世代は将来的により良い状況に向かって進むことができます。まあそりゃそうでしょう。より良い状況には向かうけども、でもより良い状況がね、1ミリっていうんだったら、努力に対するリターンがちっちゃいよってことになるんですよね。まあ、模範解答ですね。次、月収100万を稼ぐにはどうすればいいですか。100万以上の月収を得るためには以下のような戦略が有効です。これももう多分分かりきったことが回答で出てると思います。1つ目、キャリアアップ、スキルアップは経験を積んで高い職位に昇進することで収入がアップします。2つ目、起業、自分でビジネスを始めることで収入に上限がなくなります。3つ目、投資、株式や不動産などの投資をすることで収入を得ることができます。4、パートタイムジョブ、複数の仕事を同時にこなすことで収入を追加することができます。模範解答です。これらの戦略にはリスクが伴いますので、自分に合った戦略を選び、
適切なリスクマネジメントを行いましょう。また月収100万稼ぐには長期的な努力が必要ですので、継続的な努力が必要です。努力を重ねましょう。この全てができないから、まあ、いわゆる月収100万にいかないんだっていう話ですよね。まあ、つまりはやることをやればいくってことなんですよね。やることがはっきり分かっていて、これ誰に聞いても同じこと答えるし、私も同じように答えるんですよ。ついに AI でも同じことを考えて同じ回答を出してるというね。結局道は分かってるけども、その道に行かないっていう人間の選択なんでしょうね。ちなみに投資の話も聞いてみました。暗号通貨カルダノエダ、2023年に100円になりますか？回答、予測はできません。カルダノの価格は市場の供給と需要によって決まります。投資家の意見や投資家環境の変化、技術の進化など価格に影響を与えます。常に自己のリスク評価を行い、適切な投資判断を行ってください。機械でもね、出ない答えは出ないということでございます。いってらっしゃい。